ガイウス・アシニュース・ポッリオは、プレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人、紀元前40年に、執政官を務めた。雄弁家、詩人、劇作家、文芸評論家、歴史家でもあり、歴史に関する著作は失われているものの、アッピアヌスやプルタルコスに引用されている。ポッリオは、詩人、ウェルギリウスのパトロンで、詩人、ホラティウスの友人としても知られており、 両者共にポッリオを叩いた詩を作っている。ポッリオは、イタリア中部の手当に生まれた。現存する碑文によると、父の名前は、グナイウス・アシニウス・ポッリオである。彼に関する詩から、アシニウス・マルッキニウスという兄弟がいたことがわかり、マルッキニ族との関連が示唆される。おそらくは、同盟史戦争において、同盟都市側で戦った将軍ヘリウス・アシニウスは、祖父と思われる。 ポッティオは、ガイウス・ワレリウス・カトゥルスの分類サークルに加わり、紀元前56年には、前年の執政官、プブリウス・コルネリウス・レントゥルス・スピンテルの支援によって、公職に就いた。紀元前55年には、前五民間、ガイウス・ポルキウスカトの弾劾を行うが、敗訴した。前年の五民間時代、ガイウス・ポルキウスカトは、第一回三党政治の手先となっていた。ポッティオは当初は、 レントゥルス・スピンテルからの支援を受けていたにもかかわらず、カエサルとポンペイウスのローマ内戦の年には、カエサル側に立った。カエサルがルビコン川を渡って開戦するかを議論した会議には、ポッリオも出席していた。ポンペイウスとそれを支持する元老院議員たちがギリシアに逃れた後、カエサルは昇華トと戦うためにポッリオをシキリア属州に送った。 その後、ポッティオとガイウススクリボニウスクリオは、アフリカ属州に派遣され、ポンペイウス側の属州総督、プブリウス・アティウス・ウアルスと戦った。クリオは、ウアルスが水源に毒を流したにもかかわらず、ウティカの戦いに勝利する。続いて、ポンペイウスと同盟していたヌミディアを岩一斉に、向かうがバグラダス側の戦いで敗北し、クリオも戦死した。ポッティオは、残存兵力をまとめて、 打ち替えて撤退した。ファルサルスの戦いでは、カエサルのレガトゥスとして参加し、勝利、ポンペイウス側の死者は6戦とされている。紀元前47年には、五民館を務めたと思われ、同僚五民館、プブリウス・コルネリウス・ドラベッラが提案した、特性例に反対した。また、この時、ドラベッラは妻をポッティオに寝取られたとの噂も流れた。翌年には、カエサルと共に、 アフリカに戻り、ショーカトとクイントゥスカエキリウスメテルスピウススキピオ、ナシカを追撃した。紀元前44年にカエサルが暗殺された時、ポイッティオはヒスパニアでセクストゥス・ポンペウスに対する作戦を実施しており、成功を収めつつあった。その後、マルクス・アイミリウス・レピドゥスが、俗州総督に任命されると、カエサル支持者としての忠誠を示し、コレドバで、 レピドスに対して、元老院からの委任状がない者に対して、俗州を渡せないと宣言した。数ヶ月後、彼の財務官を務めていたルキウスコルネリウスバールブスが、兵士の給与を横領して、カディスからマウレタニアへ逃亡した。その後、ポッリオはポンペイウスに停滞敗北を起死し、偽装して戦場から脱出することとなった。オクタヴィアヌスとマルクス・アントニウスの内戦の可能性が、 高まると、ポッリオは、両者の間で揺れたが、結局はアントニウスに加担することにした。しかしその後、アントニウス、レピルス、オクタヴィアヌスは三党政治を開始する。結果ちなまぐさいプロスクリプティオが実施され、ボッリオの義理の父であるルキュスクイントゥスも、その最初の犠牲者の一人となった。彼は、船で逃れたものの、結局は、戦場から海に飛び込んで自殺した。 三社での属州分割により、ガリアはアントニウスの管轄となり、ポッティオはガリアトランスパダナの管理を行うこととなった。大役軍人にマントバの土地を分配する際には、ウェルギリウスの財産を保全するために、自身の影響力を利用している。紀元前40年に、オクタヴィアヌスとアントニウスの間で合意された、ブルンディンシウムの和訳を仲介した。同年にポッティオは、 失政官を務めているが、これは紀元前43年に三党政治によって約束されていたことであった。ウェルギリウスはポッリオに対して有名な第四の牧歌を送っている。ただ、これがポッリオの失政官就任を予測してのものか、あるいはブルンディンシウムの和訳での役割を称えたものかは不明である。ウェルギリウスは他のローマ人と同様に、 平和の到来とポッリオの下での黄金時代の到来を期待した。しかし、ポッリオは、執政官の任期を満了することはできなかった。彼と同僚執政官のカルイヌスはその年の最後の月に、オクタヴィアヌスとアントニウスから解任されている。翌年、ポッリオは、全執政官として、マルクス・ユニウス・ブルトゥスと同盟した、イリュリアのパルティニ族に対する軍事作戦を、 行い勝利した。ローマに戻った10月25日には、外戦式を実施している。ベルギリウスの第8の牧歌は、作戦中のポッリオに捧げられたものである。紀元前31年、オクタヴィアヌスはポッリオにアントニウスとの最終決戦に参加するよう依頼した。しかし、これまでのアントニウスから受けた恩恵のため、中立を維持した。戦争での戦利品の利益を使い、 ポッリオはアトリウム・リベラティスに、ローマ最初の公共図書館を作った。また、ローマの英雄たちと並んで彼の像も建てられた。図書館にはギリシア語館とラテン語館があり、その設立はもともとはカエサルの意志であったという。図書館には壮大な美術コレクションが付属しており、ポッリオはファルネイゼブルと呼ばれる模造品も含めてヘレニズム芸術を愛していた。 図書館と同様に美術ギャラリーも一般に公開された。軍事的、政治的な成功を収めた後、ポッリオは文芸家のパトロン及び作家としての引退生活に入った。彼は古風なスタイルと純粋さを重視する著名な文芸評論家としても知られた。引退後、ポッリオは朗読会を組織し、作家たちに自身の作品を朗読することを勧めたが、 ポッティオは自身の作品を朗読した最初のローマ作家であった。その中で最も有名なのは、ベェルギリウスが皇帝一家の前で執筆中のアイネーイスを朗読したもので、カイサルが父方の祖先と信じていた英雄アイネイアースを描写することで皇帝一家を称えた。結果、ベェルギリウスは皇帝アウグストゥスからの賞賛を得た。ポッティオはトゥスクルムで死去したと思われる。 彼は断固とした共和制主義者であったので、アウグストゥスからは幾分距離を置いていた。ポッリオの妻は紀元前43年に処刑されたルキュスクイントゥスの娘クインティアであった。ガイウス・アシニウス・ガルスは息子であり、アウグストゥスの名優、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパの娘ウィプサニアの二番目の夫となっている。ガルスとウィプサニアの息子のうち、二人は失政官に、 カズトは補充失政官になっている。ポッリオが書いた同時代史は一文となってしまったが、その内容はアッピアノスとプルタルコスを通じて現在に伝わっている。彼は後世の人々に彼が生きた時代がローマの鍵となる時代であることを認識させた。詩人ホラティウスによれば、ポッリオはローマ内戦が始まった年を紀元前60年としている。 19世紀のオランダの政治家、ヨハンルドルフ・トルベッケは、ライデン大学でポッリオに関する著作を残している。また、ポッリオは、ロバート・グレーブスの小説、この私、クラウディウスの登場し、若きクラウディウスとティトゥスリウィウスと歴史を記述する倫理について議論している。ありがとうございます。